振られ方、うん、千葉さん人生で経験ありますか、あのそうだな、そういう失恋というか、うん、まあでもね、千葉さんほらまだほらチリボーイなわけよ。あ、そうなんですか。そうだから、あの恋愛とかまだちゃんとしたことがないんだよね。ああ、そうん、だからちょっとね、どうだろうな、そういう面では少しそういう経験がないんですけども、ははは、でも、はい、あれがな、やっぱ自分が原因でほらね、うん、振られるのが一番かっこ悪いかな。やっぱりな。ゲイ。うん、そうだよ。なんですよね。そうだよ。男性とお付き合いとか。うん。あの、そうなのしたいんだけど、なかなかほら、自分のな、タイプの子がなかなかいないのよ。ねえ。いつに探してはいるが。そうそう、探してはいるんだけどさ。あの、男性で、あの、うん、この人、タイプだなっていう男性いますか、有名人とかでも、まあ、もし、あの、お近くの人でもいいですが。そうだなぁ。でもね、あの、吉川晃司さんとか。そう、なんかこう体をちゃんと鍛えてる方好き。ああ、うん、そうそう、キリショーも好きだから、鍛えてるから。はい、あとはね、誰だろうな、なんかリアル、ね、リアルな回答な、うん、もう結構ね、あの好きな人はいっぱいいる。でもタイプな人は、ああ、そう、意外と、そう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 、ご自分を